そうですね、本当に、まあ、ある意味目的がはっきりしているので、はい、そこに向けてどう進んでいくかということだと思うんですけれども、はい、やはりどうあれ札幌は、ね、改善しなくてはいけないことが多々ありますので、はい、そことどう立ち向かうかですよね、はい、前線との関係ですね、まあ、時には大森と鈴木武蔵が2トップになるような時間帯もあるかもしれません、はい、攻撃参加っていうのはやっぱりかなり神戸のストロングポイントでもありますし、はい、今日起用されている山内も、技術的にも高い選手ですし、2024 J1 リーグ第23節ユキですね、バランスですね。なので、まあ、マンツーマンと言いつつも崩された時のどこかで、ね、リスクを誰かが見てなきゃいけない部分ってあると思うんですよね、はい、そこの明確さがしっかりチームとして一体感出てたらいいんですけど、出てないと山内がクロスを入れて低いボール逆サイド、広瀬が入ってきまし た, でした、ね、今ボランチの馬場遠目からのシュートを打ってきました、強烈、いいですね、はい、あいいですね、大森慎吾よく頑張りましたね。大崎がサイドを変えて菅の向こう側、ハッツとどうだ、菅が追いついた、ペナルティーエリア中に入ったシュートを打ってきました、ゴールキーパー前川の正面ですが、そうするとより寄ってますよね、広瀬がクロスを入れて中、大迫の向こう側折り返す、山内、大迫コーナーキックです、青木が引っ掛けられてルーズボールは札幌、馬場がうまく前向いてシュートを打った、いいですね、はい、これですよこれ、先ほどマギノさんからもお話があった、はい、壁の作り方、そして壁の中に入る、まあ、攻撃側の選手のこの肩膝を立ててといういろんなバリエーションが増えている昨今のサッカーです。青木が右足でいった、決まった、札幌先制、キーパー動けず、青木が相手の裏をかく見事なフリーキック1対0、青木は今シーズンの3ゴール目、いやちょっと意外なコースを突かれたか前川、いやリラックスしてましたけどね、なん見えづらかったんですかね、やっぱりね、コースも良かったのかな、空いたかな、ああ割れたんですかね、はい、そうですね、大木原ゴールキーパーまで下げたところで長い笛、前半が終了しました。前半は青木のフリーキックが決まりまして1対0札幌がリード。2024 J1 リーグ第23節北海道コンサドーレ札幌対ヴィッセル神戸の後半45分がキックオフされました。佐々木、大木原が低いクロスを入れて武藤がうまく胸で収めて佐々木に当てる、クロスが入る、大迫、神戸同点1対1、完璧でしたね、大迫今シーズン7戦目、細かいパスがうまくつながりました、いやー本当素晴らしい攻撃でした、まあ、佐々木の交代が当たりましたよね、やっぱり空中戦も強いんですけど、はい、他サイドの流れでのクロスの入れ方も良かったですし、はい、菅のクリアは浅野の前で抜けてきた、入れ替わった、さあ浅野が前に行く、山川そして本田、左から鈴木武蔵も来る、浅野切り返してシュートを打ちました、最後少し力がなくなった、ババ、あいいですね、左菅に出た裏のスペース、菅がペナルティーエリアの中に入って左足シュート、ゴールキーパー前川よく出ました、田中宏夢がかわす、反対サイド菅もいますが、その菅の前胸で落として切り返す、上は鳴った BK だ、入るんですが左足を買った形になったか、あーっと当たってますね、前川止めた、鈴木武蔵ここでも入らない、倒れ込む鈴木、遠いサイド菊池隆穂のところを折り返す武藤のヘディング、強いですね菊池隆穂、長い笛試合終了1対1、